どうも、田中でございます。アメコミレビュー。今日紹介するアメコミはブベーウルバリンオールデマンローガン。映画ローガンご覧になられたでしょうか。ウルヴァリン役ことヒュー・ジャックマンの最終章ですね。それの原作に当たるのがこちらのオールドマン・ローガン。まあ、面白かったですね。脚本はマーク・ミラー、作画がスティーブ・マクニーブンっていうね、まあいつものよく見るコンビなんですけども、そのコンビが織りなす最後のウルヴァリンっていうのがね、まあ、また変わり種なんですよ。なんでこんな変わったことしちゃうの？マーク・ミラーが本当にみんな好き勝手改変しすぎてて、なんでこんな世界なのかはもうちんぷんかんぷんだけども、なんか最後そうなんだねと納得しないけど納得させてくれてるんだよね、それはという終わり方してるんで、まあいいよそれでと思う感じですね。こんなことばあば言うても仕方ないんでね、まだページを見せながらご紹介していこうと思います。まずこの物語はどんな物語なのかというと、ウルヴァリンが戦うのをやめてどっかの農場で暮らしていますと。で、その農場は家賃を払わなければいけないけども、その家賃を払うお金がついに来月からなくなってしまうと。もうそんだけの作物も取れないし、もうお金に換えるものも何もない、どうすることもできないよという状態になってきた中、そのお金を取り立てに来るのがこちらのハルクたちなんですね。このハルク一家が来た段階でもうすごいね、モンスター漫画っぽいですよね。この作品はヒーロー感全くないですよっていうのをこういうシーンからもね、味わえるんじゃないかなと後々に思いますね。で、このハルクたちがウルヴァリンにお金払え、ここで住むんだったら家賃払いやがれって言いに来るんですよ。で、それに対してウルヴァリンはずっと黙ってるんですね。黙って目をつぶって、で、また目を開けて、手の甲からいつもの爪を出して、次の瞬間、ズバッとね、いつものローガンのように刺し殺すんですよ。でも、次のページでは、ハルクに一撃かまされて、情けないローガンがいるんですね。これどういったシーンなのかというと、ローガンのイメージが左のページ。で、右のページは、実際には目を開いてなかった。つまり、この一つ前のページの目をつぶった後、そのまま目をつぶり続けていたのがローガンであると。目をつぶった際にそれをイメージし、そのまま目をつぶったまま、今の現実世界に帰ってきて、どつかれるっていうね。ここが、ちょっとわかりにくいシーンかもしれないです。この漫画ってちょこちょこね、ウルヴァリンは本当はこういうことをしようとしているんだという気持ちを抑えているという描写を、こういうイメージでね、描くシーンちょこっと出てくるので、ちょっと混乱しないように気をつけてもらえたらなと思います。次にですね、このオールドローガンの不思議な設定、ヘンテコなスパイダーマンっていうのでね、女性のスパイダーマンが出てくるんですけども、その女の子の出生がすごいややこしいんですね。僕たちが知っているピーター・パーカーというスパイダーマンがいます。そのスパイダーマンが誰かと結婚しました。それの末の娘がいます。その末の娘とホークアイが結婚して子供が生まれた、それがこの女型のスパイダーマンだという風な話になってるんですよ。これを聞いた時にね、もうなんか混乱するんですよ。どう考えてもスパイダーマンってホークアイよりも年下で、そのスパイダーマンが結婚して末っ子が生まれた、つまりこの段階でスパイダーマンが二十歳ぐらいで子供を産んだとしても末っ子だから多分二、三人産んでるんですよ。で、二、三人産んで、その末っ子だからスパイダーマンが30歳の時の子供、多分その時にはホークアイはすでに40か50ぐらいなんですよね。その40か50ぐらいのホークアイがその末の娘と結婚してこの子が生まれてるってことはね、もう本当にね、加藤茶状態です。加藤茶なホークアイやったんやねと思ったら、なんかちょっとテンション上がりましたね。年の差婚って海外でも当然のようにありますからね。こういうのもあっていいんじゃないでしょうか。で、そのホークアイが乗ってる車がスパイダーマンの力を持っている車でね、壁とかを走り回るんですよ。で、このね、シーンすごい疾走感もあってね、楽しいですね。で、その女の型のスパイダーマンはね、すごいね、クレイジーガールなんですよ。あんなにジョークを言って可愛らしいね、
ピーター・パーカーというおじいちゃんがいるのに、そのおじいちゃんとは似つかわしくないような孫がここにいるわけですね。あの、マーベル屈指のマフィアのボスであるキングピンをね、斧の一撃で首ゲチョンですよ。ある種ハッピーだなと思いました。こんなファンキーな書き方するのはね、マーク・ミラーしかいないですよ。いやー、すごいですね。で、ここでね、やっぱ気になるのはね、ウルバレ以外はみんな虐殺行動いっぱいしてるんですよ。マーク・ミラーはね、もう血みどろな戦いを必ず出すっていうのが定番なんですけども、その中にウルバレも参戦しないと。イメージではこうしようとしてるけども、一切その世界の中ではやらない。なんでそこまで堅くらに戦おうとしないんだと。一体どういった理由があるからそこまで堅くらなんだって気になるところなんですけども、それはなぜかというと、昔、ヴィラン連合によって、ウルバリンは自分の嗅覚、視覚、全部をね、乗っ取られて、幻惑の中、敵と思ってぶっ殺していったスーパーヴィランたちは全部味方だったというね、そういった過去を持っているから、ああ、俺はもう二度と暴力は振るわないってなっちゃったんですよ。ここはね、いい納得するところだと思います。そこまでのことをしてしまったら、自分の拳を振るうのはね、確かに怖い。間違った選択をしてしまってるんじゃないのかっていうね、そういった気持ちになるのはね、間違いないと思うので、これはね、分かるんですよ。で、このシーンを必ず入れなきゃいけないと思うんですけども、レッドスカルがね、キャプテンアメリカを倒してるんですね、この世界では。で、そのレッドスカルが、キャプテンアメリカの服をまとってるんですよね。このシーン見た時にね、ちょっとゾクッとするんですよ。身にまとうことによって、より一層自分もそいつのように強くなってると。なんか、相手の血肉を吸収してパワーアップしたんだという感じを出してるところにね、いやー、マーク・ミラー、やっぱしそういう少年漫画的な展開、まあ、もともと古典的な文学でもそういったことやってたんだよって説明はあるんですけども、まあ、やっぱドラゴンボール世代である僕たちからすると、あ、なるほどなと思える、わかりやすいシーンでもあり、気持ち悪いシーンでもありますよね。このレッドスカルの存在がすごく良かった。でね、この物語ってね、最終的にウルバリンが復活しなければ完結しない話でもあるわけですよ。じゃあウルバリンが一体どこで暴れるんだって言ったら、やっぱハルクと戦う以外にもう考えようがないんですよ。まあいろいろあったけども、ウルバリンはこういったヒーロー活動を手伝うことによってお金をもらったんですね。そのお金を早く家に届けて家賃を払ってまた普通の生活をしたいなと思って帰ったら、もうハルクたちが家族を虐殺してたんですよ。そしてウルバリン復活、ぐしゃ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 やりつけまくるっていうね、もうここがすごくね、狂気じみてるなと思ったんですよ。そのウルバリンが狂気じみてるんじゃないですね、ハルクがいすぎて狂気じみてるんですよ。こんなにハルクいたんだと。で、ハルクって緑色だからすごいクリーチャー感あるんですね。そいつらが人間の肉を食っている、しかもほとんど不死身に近いっていうところを鑑みると、このハルクの設定ってほとんどゾンビなんですよ。ほとんどゾンビ的モンスターをこのウルバリンというモンスターが倒しに行くという怪獣映画なんですよ、この漫画って。で、その怪獣映画である徹底的証拠はどこにあるのかというとですね、初代ハルクであるブルース・バーナーですね。もうこんなヨボヨボなおじいちゃんなんですけども、このブルース・バーナーがハルクに変身すると怒って、そしたらもうほとんどハルクじゃないんですよ。もう、ただの化け物。ハルクという外見すら残していない状態ですよね。もう歯もボロボロやし。で、そのハルクにウルバリン食われます。その後、ウルバリンは、自分の体をフィーリングファクターで回復させて、このブルース・バーナーの体を引きちぎって復活するんですよ。みんなこのシーン見た時に、ああ、これはヒーロー漫画じゃないと。これはモンスターバトルなんだってわかるシーンだと思いますね。違和感だらけだけども、ゾンビ漫画だから、ああ、なるほどそうなんですねという風に僕すごい納得したんですね。どう考えてもね、ハルクじゃないですよね。これも絶対化け物として描いてる。まあ、そこが面白いんですけどね。で、ちょっと疑問なんですけど、なぜハルクの方がウルバリンより弱いんだっていうのが気になったんですけども、まあまあいいです。まあいろいろあったんでしょう。まあこんな感じで、ね、かなり見どころのある作品であり、マーク・ミラーらしいなという部分もたくさんあるわけですよね。そのマーク・ミラーらしい部分って何なのかというと、ヒーロー漫画というものを別の母体に置き換えてヒーロー漫画として描く。例えばキックアスであれば、あれは映画なんですよっていうことを元にキックアスというヒーローをポンと中に入れて、その中で普通の人間がヒーローだったらどこまでのことができるかなというのを無理くり入れ込んでいくんですよ。痛い描写を入れながらね。それが
マーク・ミラーのやってたこと。で、ネメシスだったら、ヒーローというものを逆転させて、テロリストにしたわけですよね。つまり、ヴィランがヒーローであるっていう状態にして、当てはめると。そうすると、アンチヒーローだけども、そいつが主人公というね、不思議な物語が出来上がる。で、スーパーマン・レッドさんだったら、資本主義のアメリカに落ちたスーパーマンが、もしもロシアに落ちたらという風な着眼点で描いていくっていうね。ヒーローというものを全然違う世界に代入するとこうなりますよっていう、このね、やり方が、マーク・ミラーの面白いやり方なんですよ。このウルヴァリン・オールドマン・ローガンは、クリーチャー・化け物映画っていうものに、ヒーロー、ウルヴァリンたちを代入したらこんな映画できましたっていう風に作られているところが面白いんですよ。その最たる例がハルクなんですよ。ハルクってもう、あからさまな化け物なんです。そのあからさまな化け物を化け物としてもっとはっきりと、クリーチャー的な、スーパーヴィランとして描いてこないのがおかしいというふうな発想がどっかにあるんですよ。で、それをバッチリとスーパーヴィラン、しかも雑魚ヴィランたちもたくさんいる中のヴィランの親玉として描いている。まるでスポーンかのようなね、クリーチャーとして描かれていくところに、僕はこのマーク・ミラーすげえだと、面白いことしてくれるねという褒めれる部分があるんですよ。で、レッドスカルもこんなやつだったんだなというところが僕すごく良かったですね。誰よりもキャプテンアメリカを愛してたんですね、あなたというところが、倒したキャプテンアメリカの服を着続けるところにあってね、なんかすごい狂気じみてるけど、まさにこれこそマーク・ミラーのミラーワールドであると僕は思うわけでございます。やはり化け物は化け物に殺されてしまうという、このウルヴァリン VS 最後のハルクもすごい納得する話なんですけども、レッドハルクとかもなんか結構しょぼく死んでいくし、キングピンもね、あっけなく死んでいくところがね、なんかもったいないなとか思っちゃう部分はたくさんあったものの、まあ書きたい部分はちゃんと書いているんだろうなと思うと、まあまあ読みやすかったしいいかなと思います。はいはい、こんな感じでね、オールドマン・ローガン、非常に面白く読みやすい。それでいて、なかなかなね、クソな漫画だなと思いました。Amazon レビューとかだったらね、星5ばっかりなんですけどね、僕はね、これ別に星5あげないですよ。面白いけど、絵もいいけど、なんか、こういう漫画もあっていいよねというラインにいるだけで、すごい名作だったって言われると、別に名作じゃないと。これを名作というぐらいだったら、まだ映画ローガンが名作という方がまだそんな違和感ないかなというぐらいの気持ちでいるぐらいですから。とはいえ、マーク・ミラー作品のオールドマン・ローガンも面白かったと僕は思います。はい。何が言いたいんや、俺は。もうわけわからんけども。まあ、とりあえず、このオールドマン・ローガン。絵柄はスティーブ・マクニーブン、キャプテン・アメリカ・シビル・ウォーの原作の方ですね。のアーティストです。そして先ほど言ったネメシスのアーティストでもあります。もう本当にね、この人のアートはかっこいいとしか言いようがない。狂気じめてるけどかっこよさがあるっていうのは、このスティーブ・マクニーブのね、特徴ですよね。はい。こういう絵柄に先ほどのマーク・ミラーの中二チックなね、設定が入ると、非常に読んでいてね、読みやすい、学生でも入りやすいという意味で、僕はすごくおすすめできる。けども、これはかなり、異色やでと。これをすごい面白いと思ったからといって、アメコミを勘違いしないでほしいというところもあるので、あんまりおすすめしきりたくないんですけども、面白く変わったアメコミを読んで楽しみましたという人を増やしたいという意味で、僕はこのウルヴァリン・オールドマン・ローガン、おすすめしたいなと思っております。はい、ということで本日ご紹介されてもらったのは、脚本マーク・ミラー、作画スティーブ・マクニーブンのウルヴァリン・オールドマン・ローガンでございました。はい、ということで本日はこの辺で、またねー。